今日は天気がいいですね。ただなんか寒いです。やっぱこのコロナのあれですね、感染がやっぱ増えてるみたいですね。まああとは風邪ひいてる人も多いと思いますね、こんだけ急に寒くなると。PCR の検査場ここあるんですけど、人がいなくてやってないのか、誰もいないですね。こうやって見るとやっぱ人少ないですね。何なんでしょうね、みんな外出てないのは。単純に寒いというのもあるんですけどね。私は大丈夫ですけど、なんかみんなが周りか発熱してるとかって言われるとちょっと不安になってきますね。
こがチャンニンルート、向こうはユーヤンルーですね。こっちリンシールー、リンシールー、リンシールから先がですね、まあ、あの何回も行ったことあるんですけど、カフェがいっぱいある通りですね。寒っ。すごい天気はいいんですけどね、空が綺麗で寒いです。写真撮っておきましょうか。まあいいわ、寒いからやめとこう。スマホ出すのが嫌ですね。アイスクリームは食べる気ないですね、こんな寒いのに。やっぱりちょっとこれ写真撮ります。なかなかいい感じに、落ち葉がいい感じですね。
悪い。いつもここ通るんですけど、このカフェ全然お客さん、あ、今日はおるわ。いつも全然いないんですけど、大丈夫かなって思います。不動産屋ですね、これ。アイスクリーム屋ありますけど、これこの寒い時にアイスクリームちょっともういいですね。一応お客さんおるわ。一応写真何枚か撮ってます。長いな、この信号。最後にここに撮影来たのって開けてすぐぐらいですね。めっちゃ人いましたけど、あの時は。今はあんまりあれですね。なんか普通に外出ていいよって自由が当たり前になるとありがたみがなくなりますね。自由がないと、ちょっとした自由がすごい嬉しいですけど、普通にもともと自由だと
それが当たり前かってなりますから。ここは何なんですか。なんかいつもイベントやってるんですよね。画廊になってますね今。これまあ冬もこの感じいいですけど、ちょっと寒いですけど、春になったらここいいでしょうね。暖かくなった感じで。前ロックダウン開けた時にそこで寿司食べましたね、ベンちゃんと買ってきて。今別に自由に食べてっていうかあれなんですけど、寒すぎて外で食べれないですね。ここもクリスマス向けのあれやってますね。この辺のカフェ、ああもうここなくなってるか。やってないですね。まあでもそんな人が密集してないですね。そんな多くないですね。
ここは何なんすかね。ああ、画廊みたいなとこですね。絵がなんか飾ってあって、ここ洗濯をしてますけど、ここもこれなんかできんのかな今度。僕ここ何なんですかね、なんかわからないですけど、あれでも寒いとエアコンつけて寝るとダメですね。やっぱ電気毛布が一番いいですね、喉には。この箱だけ置いたままですね。まあ、じゃあ検査したいときどこに行けばいいんですかね。だいぶ減ってますよね、やれるとこ。なんかすごい静かやなと思った。これ2台とも電気自動車で、最初の1台がエンジン車ですけど、アイドリングストップしてるからですね。
まあでもこれから春節へ向けて寒さがさらに増すんですかね。またこの信号で止まりました。私実はですね、今からさっきのあのワビカフェに行く予定です。ちょっと待ち合わせというかあれですね。どうしようかな。ちょっとまだ時間がだいぶ早いんですけど、ただ外でブラブラするってでも寒くてあれなんで、もう入っとこうかな。先で入っときます。全然人おれへんからあれですよね。ちょっとそっちの端にしよう。シャガカフェ言えへんはライゴン、うん、
で大渕さんちゃんがアフソイソースアイスクリームソイソース、いやーやっぱ寒いっすね。ちょっとさっきコーヒー飲んで、まあゆっくりしましたけど、とにかく寒い。最近ちょっと頑張って中国語を喋ってますねさっきもずっと中国語で喋りました。なんとか昼寝しよう寒いから。なんかできるんですかね。なんか内装やってますね。何が作るやろ。本当でもこれ風邪ひいたりしないようにして、風邪ひいてる時ってコロナになるんですかね。でも免疫が落ちてるからなりそうですよねこれ、まあ、とにかく気をつけないといけないですね。というわけで、ちょっと、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。